いよいよ韓国の米軍引き上げかしら。ゆかん夫人ザクザク。2018年11月25日、ソウルのアメリカンスクール閉鎖に見る、米国の意思、在韓米軍撤退への布石。室谷克美氏、朝鮮有事を想定した動きか。いやー、怖いねー。在韓米軍がソウルのアメリカンスクールを閉鎖すると発表した。ヨンサン米軍基地の返還に伴う措置だが、移転でなく閉鎖としたところに、米軍側の意思を感じる。韓国最高裁による自称元徴用工をめぐる自称やからね。旧朝鮮半島出身労働者、求人で応募してきた朝鮮のおじいさん。あ、その時は兄ちゃんやったんやろけどな。で、強制的に働かされたと訴えてきた奴らの異常判決などで、日本政府は韓国を見限ったが、アメリカも牛北無法のムンジェイン政権を見放しつつあるのか。で、この発表文は16日に出された。その内容は、在韓米軍と米国防省傘下の教育活動部門とが協力し、2018年から19年の学年末に閉鎖する。米軍兵隊さんの家族どこに行ってしまうん？花火大会ドンパチが始まってしまうん？いろんな憶測ができますね。ということで、在韓米軍は今年6月、司令部をソウル中心部のヨンサン基地から約60キロ南方のピョンテクってところのハンフリーズ基地に移転している。で、韓国情勢に詳しいジャーナリストの室谷克美さんは、次のように推測なさっています。学校の閉鎖は万が一の朝鮮有事を想定した動きではないのか。あるかな？基地返還、司令部移転に伴う措置なのに、学校が移転でなく閉鎖なのは不可解だ。在韓米軍としては、北朝鮮と戦闘状態になった場合、南北軍事境界線から約30キロのソウルは狙われる。と考えるだろう。この件で韓国側の報道がほとんどないのは、ショックが大きすぎるからか。米韓関係は最近ギクシャクしている。韓国のムンジェインは9月、北朝鮮のキム・ジョンウンとの首脳会談で、軍事境界線付近の飛行禁止区域拡大や監視所撤収などで合意した。アメリカは事前協議がなかったため、これに激怒した。探索飛行が制限されるなど、安全保障上の問題があるのだ。ねえ、ポンちゃん。マイク・ポンペオ。米国務長官は、南北融和に走る韓国に釘を刺した。ムンジェイン、ええ加減にしとけよって言ったんかな。で、アメリカ国務省の北朝鮮担当特別代表のスティーブン・ビーガンさん、ビーちゃんが、20日、韓国外務省の朝鮮半島平和交渉本部長の、ビーって書いていい？まあみんなそうやけど、イードフン言う人と、北朝鮮問題をめぐる作業部会の初会合をワシントンで開いた。で、ポンちゃんは、ポンペオさんは、記者会見で、作業部会を通じ、米韓が互いに承知しない行動を取ることはなくなる。韓国には、北朝鮮の非核化が置き去りにされるのは望まない、と明確に伝えた、と述べ、韓国の単独行動を戒めた。ま、ふざけた真似すんなよ、ボケって感じやったよな。ね、北朝鮮が6月の米朝首脳会談を無視して、核ミサイル開発を継続しているとの分析もある。米朝協議は難航している。で、まだ記事は続いています。韓国の裏切りについて書いてありますね。あの、元売春婦の財団の話とかね。まあ、そこは割愛しまして、いや、なんか楽しみですね。ようやく寒い時期になったんで、海も荒れる頃ですよね。これ待ってたんかな？昨年からずーっと楽しみにしていることが、実現するのかもしれませんね。